モラーヌ・ソルニエ MS733 アルション。フランス空軍用塗装の MS733 アルション。モラーヌ・ソルニエアルションは、フランスのモラーヌ・ソルニエ社が設計、製造した、複座、三座の単用基本練習機である。フランス軍向けの基本練習機として設計された、試作機の MS730 は1949年8月11日に、 初飛行を行った。この試作機は 240HP のマティス 8G20、倒立 V8 エンジンと固定オリン式の膠着装置を装備した型持ち式炭容器であった。エンジンを 240HP のアルグスアズ10に換装した試作機は MS731 と解明され、1949年11月に再度飛行した。 ポテ 6D30 エンジンを搭載し、オリジナルの固定客を引き込み式主客に変更した2機の試作機が MS732 と命名され1951年に飛行した。フランス海軍の塗装で保存されている MS733、MS733 と命名された5機の全量産型と200機の量産型が生産され、フランス海軍、 フランス空軍とカンボジア空軍に納入された。フランス空軍の70機は射撃訓練のために機関銃を装備し、これらの中には後にアルジェリアでの大反乱作戦用に改装された機体もあった。アルジェリア戦争後に数機がモロッコに売却された。アルションは基本的なアイロバティック機動能力を持つ練習機の成功策であり、 第二次世界大戦前の球体化したスタンテース V4 副用機の代替としてしばしば使用された。エールフランスを含めたいくつかの民間飛行学校でもアルションを使用した。当時、アルションは2機の VOR、ILS セット、2機の VHF 無線機、高度指示機、広報ジャイロスコープといった i f a ー機器を完全装備しており、 このために通常一般的に使用される、創発機よりも、はるかに安価な広報訓練機として使用された。フランス軍の軍務から退役すると、アルションの南機かは、個人オーナーや飛行グループにより飛行可能な状態に修復されている。カンボジア空軍用塗装の1956年製 MS-733。ありがとうございます。